ハンガーの飯のスニーカー好きということで、バスケットマンです。はい、ということで、私、動画を見た方々は分かると思うんですけど、まだまだ買ってるんですよ。はい、買っちゃってるんです。そしてですね、今日紹介するのですね、完全に時間が止まってるお店で買ったものを紹介したいと思います。行ってみましょう。レッツTikTok！けども、そこでもですね結構買いましたね。ってことで、まずね、シャキーン・オニールのタンクトップで、これはねただ、もう飾り用で買ったから。でもね、当時のワンダイクいいっすよね。黒もあってね、だから青と黒どっちしようかなと思ったんだけど、まあ、黒にしましたね。いやこれいやー、これも生かしてるぜ。やばいよね。まあ着れないんだけどね、シャックはやっぱタグが欲しかったよね。当時のタグってやっぱ欲しいんですよ、僕的にはやっぱりね。で、ハーフパンツとかあったんですけど、まあ、デビッド・ロビンソンのバークレーとジョーダンとデビッド・ロビンソンで出てるハーフパンツが前はあって、だけど今回買おうと思ったらなくて、ちょっとショックでかかったですね。いや、そうなんです、でかかったです。そしてこれってことなんですけど、これもねポスター買っちゃいました。あそこでは800円で、熊谷では1500円だったから、まあ別にどっちでもいいですよ。これはもうね、ピッペンとユーイングで、これもねちょっとコレクションで、前回みたいにねジョーダンがねビリビリになっちゃう可能性があるので、これ開けねえじゃんって思ったやつだね。やばい、開けなかった、ショックですよ。ほんといつか開いてやろうと思ったけど、さすがにねこれもねぺちゃんこになってんの、これ開けないね、無理だ。もう本当に一回水に濡れちゃってくっついちゃってるから、これは無理ですね。大丈夫です。はい。そして、はいってことなんだけど、こいつってことなんで、リーボックのね、ボックス売ってたんですよ。これね、社長に聞いたら、ナイキも、フィラも、なんかいろんなブランドだったんだけど、ナイキだけは速攻で売れちゃってて、あとマットとか、やっぱ最初あったんですよね。みんな買ってっちゃったんですよね。で、なんかリーボックなんかちょっといいなと思って買ってみたんですけど、どうやって使うんだっていう話になるんですけど、なんかちょっと置いといてね、こうやって。なんかちょっとかっこいいじゃない。だからちょっと買ってみました。これ。とかね。で、その後ね、僕は川口に行って、バスストップさんに行ったわけですよ。バスストップさん。で、チャンピオンジャージを漁ってたのね、見つけちゃいましたね。チャンピオンジャージボン。おい、マーカスキャンビーまだあったー、イエーイ。ってことでニューヨークニックス23番キャンビーベンゾクです。ベンゾク、これはねちょっと前回オーグモンと迷ったんですけども、キャンビー見つけましたね。これいやー、残っててよかった。で、僕はトロントラプターズのキャンビーとニックスのキャンビー持ってるから、まあいいかなって思ってるんですよ。で、このキャンビーなんですけども、履いてるスニーカーは、ナイキを結構履いてまして、そう結構履いてるんだ。で、有名なスニーカーでいうと、ナイキのエアウェイアップとかね、あとはエアーマックスアップテンポ3とかね、有名なので言うとその辺を履いてて、あとはもうほんとナイキですね。結構ハイテクスニーカー、ジョーダンは履いてなかったかな、キャンビー。基本的にはやっぱセンターなんでね、ベンゾンってウィングスパンが長くてね、ディフェンシブプレイオブザビュー、取ったかな、やっぱ記憶忘れちゃったけど、結構そのやっぱディフェンスのイメージがあるキャンビーですね。はい。シグネチャーシューズは出てないです。PE もあんまキャンビーは見たことないのないと思うんですけども、ね、もうレジェンドバッシュウェイアップとかマックスアップテンプ3とか履いてる感じのキャンビーです。いやー、いいですね。ニックス、レイカーズ、ほんとサンズ、シャーロット・ホネッツってほんとすぐなくなっちゃうんで、僕はその辺はね、最初に押さえておいたんで、あとはちょっと微妙な合わせにくいチャンピオンジャージのチームとかを結構今探してる最中ですね。本当になかなかもうないんですけど、チャンピオンジャージでいきなり最近なくなってきて、全然出てこなくなりましたね。フリマアプリとかでちょっと困りましたね。手詰まりが出てきました。はい。で、こうやってチャンピオンジャージを集めていたんですね。多分日本一私がチャンピオンジャージを持ってますよって方から連絡をいただきまして、ちょっとねタイミングがあればその方のお家にお邪魔してですね、ちょっとどんだけ持ってるのかと見てみたいなと思って、で見たんですよ、SNS をね。したらね、えぐい持ってましたね。半端ない量のチャンピオンジャージ持ってらっしゃったんで、これはね僕なんかもう足元には及ばないぐらいもうねナンバーワンなんじゃない、あれ以上まあ海外にいると思うけど、あれ以上日本で持ってる人はいないんじゃないかって思ってるぐらい半端なく持ってたんで、ちょっと皆さん楽しみにしといてください。はい、そして、バスストップなんてこれはね、アメリカあっちでは多分ブート、フェイクみたいなパロディみたいな感じで作ってたやつがたまたまあって、なんか可愛いなと思ったんで買っちゃいました。はい、ということでこれなんだろう、何生地っていうのがこうポリウレタンなのかな、わかんないけど、なんかアメリカっぽいパロディですよね。こういうのありますよね。でクーコチとかジョーダンとかいて、でなんかいいなと思って、あ、ジョーダンってね、これもジョーダンだからね。はい。で後ろにロドマンとか出てますね。あ、ロドマン、あ、ロンハーパーいて、はい。ってことはこれはピッペンなのか？ピッペンなのかな？ちょっと番号が見えなくて、あ、ピッペンだな。こっちがジョーダンか。これなんか見たときにちょっと一目惚れしちゃって、全然チャンピオンジャージでもなんでもないんですけど、ちょっと可愛いじゃないですか。あ、これ NBA オフィシャル？あ、オフィシャルっぽくしてるだけでびっくりした。これがあるから NBA オフィシャルなのかなと勝手に思っちゃいましたけど、絶対違うね。オフィシャルじゃない。マイケル・ジョーダン違うと思うんだよな。勝手に作ったやつだと思うんだよね。ナイキのマークもあるしね。はい、こういうのもたまになんかバスストップさん出てくるから、ちょっと面白いですよね。いや、これは素敵だったなね。ちょっと全然関係ないけど、こうやってパロディみたいなやつでも可愛ければ僕は買ってしまうんですね。あ、逆ね。はい、でなんかこの動画出した後に結構皆さん行かれたみたいで、リーボックとか、コンバースとか結構買われたみたいで、ぜひぜひね行ってみてください。マジであそこにはまだねお宝が眠ってると思いますので、でまだね全国にはですね、ああいう風なお店が僕はあると思うんですよ。だからちょっと探してですね、また動画撮れたら動画にしたいと思っておりますということで、はい、今回2個は、服とかのバージョンですね。もちろんスニーカーもね3足も買ってるんでですね、ちょっと一個一個紹介していきたいなと思いますということで、はい、前回と今回でですね、そのまんまの値段で売ってる店と完全に時間が止まってる店で買ったものを紹介しました。また次回の動画でお会いしましょう。See you next game!